皆さんこんにちは、ドレスコードのふくろです。今日は GU で服を買ってきたので、そちらの購入した服を紹介したいと思うんですけども、まずは着用してみたイメージ動画をご用意したので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、というわけで動画見ていただいたんですけども、今回は GU で2つ服を買ってきました。で、僕 GU って行ったことなくて、今までユニクロとかはよく行くんですけども、なんかあんまり GU に行く機会がなくて行ったことなかったんですけど、こう SNS とか見てると割といい感じの服だけどかなり安かったりとか、前から結構 GU 自体は気になってたんですね。で、今回も GU に行こうと、もう心に決めて GU に行ってきたんですね。そしたらやっぱ服の種類もめちゃめちゃ多いし、中にはちょっと生地が薄いなとか思うものもあったんですけども、インナーに使う T シャツとか、ちょっとしたシャツとかだったら、全然 GU の服でも、クオリティは悪くないというか、意外と良かったので、今後も結構 GU は活用していきたいなというふうに思いました。で、今回購入した2つの服を紹介したいと思うんですけども、まず1つ目がこちら。はい、こちらのオープンカラーシャツ、こちらを購入しました。オープンカラーシャツなので、春夏用の軽い羽織のシャツですね。ボタンが一つ開いてて、襟が開いてるようなデザインをしていて、こちら長袖です。長袖のシャツを買いました。で、これ僕すごい気に入ったのがこのやっぱ色味で、この深い濃いめのネイビーっていうのがなかなかこういうオープンカラーシャツなかったなと思って、これは見つけてすぐに買っちゃったぐらい気に入ってます。例えばインナーとかに白い T シャツを着たりとか、で、こういう風な薄いグレーの T シャツを着て合わせてもいいですし、これ素材自体がレーヨン素材なので、ちょっと光沢があるんですよ。なのでこれから夏の時期だったら、例えば、ネイビーのスラックスにネイビーの T シャツ着て、その上からこのオープンカラーシャツでネイビー一色のコーディネートみたいなのにしても、T シャツのちょっとコットンのザラッとした感じと、レーヨンのちょっと光沢のある感じで、その同じ色だけど素材感とかで立体感を見せるみたいなコーディネートもしやすいんじゃないかなと思います。なんでこの色は僕特に気に入ってますね。で、レーヨン素材なんで触り心地もすごい良くて、ちょっとアップで見せると、こういうような、なんというかこうとろみのある素材なので、春夏に着てても暑苦しくないような、結構爽やかに着れる服になります。実際に着用した動画がこんな感じなんですけども、割とシルエット自体もゆったりしてて、で、今回僕は下も太めのジーンズを合わせたので、ちょっとストリートっぽくゆるく着こなしてみました。で、これ逆にズボンをすごく細身にして、こう V ラインシルエットみたいな形にしてもかっこいい、モードっぽくてかっこいいなと思うし、結構着こなしの幅は広いんじゃないかなと思います。175cm で僕が M サイズを着て、このぐらいのシルエットなので、これ参考にしていただければなと思ってます。長袖のシャツなので、特にこの今の春の時期から1枚で軽く羽織ることもできるし、こういう風に袖まくりすると割と素材自体が薄いので、夏前とかちょっと暑くなっても全然着れちゃうようなシャツかなと思います。これが1枚1990円で、やっぱり GU めちゃめちゃ安いんですよ。こういう風に、ここにワンポイントが入ったりとか、後ろに刺繍が入ったりとか、そういう風なちょっと装飾があるものだったら、GU だと少し安っぽくなるかなと思うんですけども、こんなぐらいの無地一色の、オープンカラーシャツだったら、全然この GU のものでも遜色がないというか、見た目的にも全然問題ないですし、これが1990円だったら、春夏の時期とか特に汗かいて服とかバンバン洗濯したりとか、割と消耗品的なところがあると思うので、1枚持ってるとすごく便利なんじゃないかなと思います。これはかなり僕は気に入ってて、多分今年の春夏はいっぱい着用するだろうなと思います。はい、ではこの GU のオープンカラーシャツのご紹介でした。はい、じゃあ2つ目に購入したものはこちらです。バン。はい、こちらのインディゴ染めの半袖の T シャツを購入しました。これも惹かれたのがやっぱ
色ですね、色に惹かれて購入しました。インディゴ染めの T シャツなので、こんな風に色合いがウォッシュをかけたジーンズみたいな、すごい薄いアイスブルーみたいな色味をしてます。で、左胸はポケット付きです。という風に結構まあパッと見はストリートっぽい感じの T シャツですね。なんでこうジーンズに合わせてちょっとストリートっぽく1枚で着こなしてももちろんいいし、でもこの薄い色味なんで割とこう上品なフォーマルっぽいスタイルの外しに使えるかなと思って購入したんですね。結構この例えばネイビーのセットアップ、こう薄手のジャケットと薄手の、まあ、スラックスを春夏履いて中にこういうの合わせて、で白スニーカーとか履くとこううまくフォーマルスタイルを外してくれるんじゃないかなっていう、その外しアイテム的な感覚で購入しました。こちらの T シャツも実際着用した動画がこちらで、ビッグ T とまではいかないんですけども、まあ、ちょっと肩幅とか広めの肩が落ちるくらいの大きめのシルエットで、まあ、1枚でも着れるし、インナーとしても使いやすいようなサイズ感なのかなと思います。素材はコットンなんですけども、薄手の素材なのでゴワッとしてるっていうよりもややしっとりとした感じの素材感になりますね。なのでインナーとしてもすごく合わせやすくて着膨れしないというか、そういったところがこの T シャツいいところだなと思います。こういう感じのちょっとムラっぽいようなインディゴ染めなので、もちろんおしゃれ着として着てもいいし、春夏の時期にちょっとアウトドアでキャンプ行くとかフェスに行くとか、そういう時にも結構使いやすいような T シャツなんじゃないかなと思います。特にフェスとかすごい汗かいたりするので、まあ、GU の T シャツ1枚で行くってのも結構いいんじゃないですかね。こちらも金額が1枚1490円とめちゃめちゃお安くなってます。なので春夏特にフェスとかアウトドア行く人が得意なんですけども、まあ、汗もかくし、まあ、ちょっと消耗品っぽくなっちゃうので、こちらはまあ1枚持っててもいいんじゃないかなと思います。この薄めのインディゴと、あとはもうちょっと濃い、もうこの今日履いてる、僕履いてるジーンズぐらいの色のインディゴと、この2つの色があったので、自分のスタイルに合わせて選んでみてください。はい、というわけで、今回はこの、オープンカラーシャツと、こちらの、インディゴ染めの T シャツ、こちら2つを購入しました。このオープンカラーシャツが1枚1990円で、でこのインディゴ染めの T シャツが1490円なので、合わせて4000円もいかないぐらいで2つ買えちゃったんですね。春夏の時期って結構もう服はどうしても消耗品っぽくなっちゃうじゃないですか。汗かくし、洗濯も何回もするし、結構傷んでくるのも早いと思うんですよ。なんで、服自体はこういう風な GU とかでちょっと安く仕入れて、あとはこう靴とか小物とか、まあ、そういったところでファッションを楽しむっていうのもいいんじゃないかと思います。で、僕、今回初めての GU だったんですけども、普通に行ってみて、すごく、安くていい服がとても多いなと思ったので、今後も定期的に GU に行って、まあ、かっこいい服があれば買って動画でご紹介しようと思います。GU は結構新商品のサイクルも、すごく早いので、まあ、そういう意味でも定期的に通って、こう、面白い服とか、掘り出し物を見つけるのも結構ありなんじゃないかなというか、面白いなと思いました。で、僕が今回紹介した服も、動画の概要欄に URL を貼っとくので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。